サラカツァには、カラカチャにとも記される、ギリシャの少数民族の一つである。伝統的な異木の羊飼いの人々で、もともとは、ギリシャ人で、隣国のブルガリア、南部、アルバニア、及び、マケドニア共和国でも少数の人々が暮らしている。歴史的には、ギリシャ本土のピンズス山脈や、その他の山脈を中心に活動していたサラカツァには、現在では、 ほとんどが異木の生活を放棄し、都市の住民になっている。サラカツァニという名前の起源について、最も広く受け入れられている説では、トルコ語の枯れ古ンに由来し、オスマン帝国時代に帝国占領下の現在のギリシャの地にて、黒い服を着て、山に逃げ込んだ人々を指していたという。その他の説として、サラカツァニの出身の村と推測されている。 サカレッツイという村の名前から派生したとの説もある。サラカツァニの旗とされるもの古代から中世の間の文献がない中で、学者たちは言語学的な形跡と伝統的な文化や社会経済的組織へのいくつかの解釈を挙げて、サラカツァニはギリシャ人でおそらく古代ギリシアの先住民の末裔ではないかと主張している。人気のある学説では、 サラカツアニの言語やその物質文化に基づいて山々の中で何世紀も離れて暮らしていたドーリア人の末裔としている。サラカツアニの起源は今も多くの人々の永遠の関心事であり人類学者によっていくつもの現場調査が続けられている。19世紀の多くの記述ではサラカツアニとブラフ人やロマンス書語を話す。 他のギリシャの羊飼いの人々などとの区別ができていない。多くの場合、サラカツにニはブラ夫人と認識されていた。サラカツにニは明らかにギリシア起源であったが、パナヨティス・アラバンティーノスは別の民族集団であるアーバニトブロックスを誤ってサラカツにニと呼んでいたことについて論じており、二つの集団の差異を調べ、アーバニトブロックスが実際にはガージューナイズ、または カーフーナイズという別の集団であることを述べている。サラカツァニは、ローミリアッツやモレイツとも呼ばれており、その名称は、住んでいた地に基づいていた。初代ギリシャ国王オソン一世は、サラカツァニを賛美することで有名で、その知世の初期にサラカツァニの女性との婚外子を設けて、タングスと名付けた。20世紀以降、多くの学者がサラカツァニの言語、文化、 人種の背景を研究してきた。その中で、1920年から1925年の間にギリシャに2回旅行し、サラカサニの方言とナレーションを研究したデンマークの学者、カルステン風は最も影響力のある業績を残した。彼によると、サラカサニの方言には外国の影響が見当たらず、物質文化の中にも定住していた痕跡がないことを見出している。 さらに彼は古典ギリシアにおいてサラカツアニーの遊牧生活に似た遊牧民の例を探求していた。イッピロス地域のサラカツアニーを訪問し、ギリシャの他のいくつかの地域にも定住する村を持たない集団がいることについて言及した。ドイツの学者、ブアウマンはサラカツアニーは古代ギリシャ人の純粋な直系とするカルステン風の説を受け入れなかった。18世紀以前には サラカツァニについて述べられたものは記されていないようであるがそれは必ずしもそれ以前に存在しなかったことを意味するものではない。サラカツァニという言葉自体は現在のギリシャ住人とは何世紀もの間隔離して住んでいた人々に与えられた比較的新しい総称である可能性が高い。ジョージャコストコベイリスはサラカツァニは古典時代以前に ギリシャの山岳地帯に住んでいた古代の遊牧民の末裔であるか、あるいは14世紀頃に元の定住地を追われて遊牧民になった者たちの末裔であると信じていた。ギリシャの民族学者のアンジェリッキー・ハッチ・ミホリーはサラカツアニの人々と共に人生を過ごし、彼女の見出した牧歌的な生き方、社会組織と芸術形式がギリシャ文化の原型的であることを強調している。 彼女はサラカツァニの芸術様式と古典ギリシャ以前の幾何学様式と類似していることも指摘している。イギリスの歴史家で人類学者のジョン・ケイ・キャンベルは1950年代半ばの研究でサラカツァニ見つけたのとほぼ同じ条件と地域、彼らは常に住んでいなければならないという結論に達している。彼はまたサラカツァニが ギリシャ国家の中の特有の社会集団であることについて彼らとブラフ人の違いを強調している。彼はまたギリシャ国内の主要な社会集団としてのサラカザニについてブラフ人との際に光を当てた。別のイギリスの歴史家のニコラス・ハモンドはイッピロスに住むサラカザニに関する現地調査の結果、初期の東ローマ帝国地勢にグラモス山脈やピンドゥス山脈地域に住んでいた。 ギリシャ人の牧畜家の末裔と考えており、遅くとも12世紀までにはその牧草地をブラフ人に奪われていた。サラカツニの起源に関しては、その他にいくつかの説がある。一つは、イー・マクリスは新石器時代以前に由来する人々と信じており、一方で、ロンドンの学者、ジョン・ナンドリスは遊牧民の複雑な歴史の流れの中に加えて論じており、その他にも、 アルノルト・ファン・ヘネプは、サラカザニとヨーリックスを結びつけて考えている。伝統衣装をまとったサラカザニの少女ピンドゥス、山脈地域ルーマニア人とアルーマニア人の学者たちは、サラカザニとアルーマニア人の共通の起源について、解き明かそうと努めてきた。アルーマニア人は、ブラフ人としても知られており、ギリシャの主要な遊牧民族を構成し、東ロマンス語族のアルーマニア語を話す。 一方で、サラカツァにはギリシャ語の北部地方の方言を話している。サラカツァにはギリシャにいるブラフ人と地理的な分布を共有しているが、サラカツァにはさらに南にも分布している。二つの集団の際にもかかわらず、遊牧という共通の生活様式からお互いを混乱しがちである。さらに、ギリシャでは東ローマ帝国時代以来、ブラフ人という言葉が、 すべての有望区民を区別なく参照するための言葉として使用されてきた。加えて、サラカツアニなどの有望区民社会では自分たちの下言語を破棄してすべてギリシャ語に置き換えてしまい、に、三世代のうちに方言となってしまったのではないか、との推定があることにも注意しなければならない。ジョン・キャンベルが1950年代のサラカツアニの現地調査の結果、サラカツアニは、 ブラ夫人とは異なる位置づけにあると述べている。ブラ夫人は通常ギリシャ語とアルマーニ語の両方を話すが、サラカツアニの人々の間ではギリシャ語のみを話し、その他の言語は知られていない。彼はまた、沿岸平原での冬の放牧に利用できる限られた地域への圧力が高まり、牧草地の使用に関する二つのグループの間で紛争が起こったと主張している。ジョン・キャンベルは、 沿岸平原で冬の放牧に利用できる地域は限られており、争いの圧力が高まり、牧草地の使用をめぐって二つのグループの間で紛争が起こってきたとも主張している。それに加え、彼が調査している間、多くのブラ夫人は牧羊業をしない村に住んでいたことが多く、サラカツァニとは異なる芸術形態、価値観、精度を示していた。サラカツァニは娘たちに負担をかけ、 女性に低い地位を与え、より厳格なか不調性構造に固執するという点でも、ブラ夫人とは違っている。ギアジ・ボグダンは、言語や伝統から見て、サラカツニはギリシャ語に同化した、ブラ夫人の末裔であるとしている。サラカツニ自身は、常にギリシャのアイデンティティを強調し、ブラ夫人との関係を否定する。ブラ夫人もサラカツニを、自分たちとは別の民族集団として、グレイシーと呼ぶ。 アルマーニ人はギリシャ語を話す人々と自分たちを区別して自らをアーマンジーと呼ぶ。現在ではほぼ全てのサラカツァニは遊牧民の生活様式を放棄し現代ギリシャの生活に同化しているが自らの文化遺産を保存する努力を続けている。伝統的なサラカツニの住居、服装、衣装はギリシャ全体の伝統的な文化遺産の中で独自の社会的。 文化的な集団であることを明確に示しており、ギリシャ内の少数民族とはみなされていない。サラカタニの民族芸術には、歌や踊り、詩のほか、伝統的な衣装に見られる、古典ギリシャ以前の幾何学様式に似た、木や刺繍に見られる装飾がある。医学面では、ハーブ、蜂蜜、小羊の血によるいくつかの伝統医学を用いている。 サラカツァニはギリシャ語の北部地方の方言であるサラカツァニカという言語で話す。この言語には現代ギリシャ語書士には残っていない古代ギリシア語の要素が多く含まれている。カルステンフーはサラカツァニの言葉には発音にも文法構造にも目立った外国語の跡は見られないと述べている。サラカツァニカにも牧畜に関するアルマーニ語起源のいくつかの言葉があるが、 サラカツアニの方言へのアルーマニア人の影響は、最近になってからの交流や、経済的な相互依存関係の結果である。サラカツアニの男たちギリシャ、西マケドニア、サラカツアニの親族関係は、強い不形性に基づいている。家系図をたどるときには不形のみであり、家族同士の関係を定めるにあたっても、男性の母方と父方の祖父母の子孫だけを親族と、 考える対象としている。いとこ、はとこ、より離れると親族に数えていない。親族内で家族は重要な単位であり、協力し合う集団である。一組の夫婦が家族の革新であり、家族には未婚の子孫、既婚の若い夫婦と妻を含む。さらかつあの親族は、その名誉に基づき、共有する義務と協力のネットワークを構成している。 サラカツニの婚姻には計画性があり、同じ親族同士では結婚できない。花嫁は家庭用家具、衣類、最近では羊あるいはその同等物の現金を結婚式に持参することとなっている。それに対して花婿からは、その父親から自分の取り分の家畜の群れをあり当てられるが、結婚から数年間は父方の家庭で共同で運営にあたる。新婚夫婦は、 最初は、夫の実家の近くで今日構えるが、共通に保たれている、彼の父親が抱く、羊の彼の分担です。新婚夫婦は当初、夫の家族の近くで居住しているが、離婚や再婚でどうなるかについては知られていない。名誉の概念は、サラカツァニにとって非常に重要であり、家族の一人の行動は、家族全員に反映されます。それゆえ、 世論に否定的な行動は回避することとなり、コミュニティ全体が保有する妥当性の価値と基準に従うことが強い意識づけとなっている。男性は家族の名誉を守る義務を負っており、家族の行動を見守っている。サラカツにはギリシャ正教徒でギリシャ正教会に属している。サラカツには季節移住の直前の時期である春遅くと冬の始まりのセイゲオルギオスの人、 聖デメトリオスの日を祝う。特に聖ゲオルギオスの日には聖者に羊を捧げ、家族で共演を催す。クリスマスやイエス・キリストの復活にも儀式が行われ、イースターの週はサラカツニノの宗教的生活の中で最も重要な儀式の時期である。正式なキリスト教の暦の外には結婚式と葬儀が儀式として行われる。葬儀では、 死者の直系家族だけでなく、最大の範囲の親族が関わる意識であり、教会の観光に沿って行われる。もは女性、何よりも未亡人において、顕著に見られる。サラカツには、伝統的に山中で、夏の季節を過ごし、冬には、下の平野に戻る。移住は4月のセイゲオルギオスの日の前夜から始まり、 平野に戻るのは10月26日の聖デメトリオスの日に始まる。理屈ではサラカツには常に遊牧民であったわけではないがオスマン帝国の統治から逃れるため厳しい遊牧生活に移っていった。サラカツにはギリシャの内陸のいくつかの山岳地帯に見られる。ギリシャ北部のいくつかの集団は20世紀半ばまでは国境を接しているアルバニア、ブルガリア、 かつてのユーゴスラビアといった隣の国の山々にも夏の間に移牧することができた。1947年以降、冷戦が始まり、国境が封鎖されたため、一部のサラカツアニは他の国に閉じ込められ、ギリシャに戻れなくなった。伝統的なサラカツアニの集落は夏と冬の間の放牧地上、またはその近くに位置していた。最も典型的な住宅は枝の枠組みと、 かやぶき屋根で覆われたドーム型の小屋で、ついで木のりかやぶきの区形の構造であった。両方の形式とも、住居の中心部は、石の床、床と壁は、泥とろばの糞で塗り固められていた。1930年代後半以降は、国家からの国民としての登録の必要上、ラカツアニのほとんどが夏の放牧地を法律上の住居とし、 その多くはそこに、高級的な家を建てることとなった。再生されたサラカザニの小村に費用を支払う。個人の財産は、一般的には、家族の男性が継承する。家財道具等は娘たちに渡されることもあるが、息子たちによって、親が所有する、羊の群れと財産を分担して継承する。彼らは年中、羊の群れの対応をしている。 男性や少年たちは通常、剪定や搾乳のような群れの保護と全般的な注意に責任を持ち、女性たちは住居や羊とヤギの小屋を建て、育児及び他の家事に従事し、鳥の世話で得られる卵は唯一の個人的な所得源である。また女性は家庭の野菜園を営み、自生のハーブでも食事を補っている。少年たちが 羊の世話の手伝いができる年頃になると、彼らは父親に同行し、これから必要となる技術を教え込まれる。同様に女の子たちも母親の姿を見て、助けてもらいながら学んでいく。二十世紀がカバまでは、サラカツァには、ギリシャの多くの地域に散在していて、ギリシャ北部の地域のサラカツァには、夏の間に、アルバニア、旧ユーゴスラビアの南部、ブルガリア、トルコの東、 トラキアなどの隣の国にしばしば越境していた。1940年代にはこれらの国境が閉鎖され、少数のサラカツニがギリシャ国外に定着せざるを得なくなった。今日、サラカツニの大部分はギリシャに住んでおり、ブルガリアにも現在も多少住んでいる。アルバニアとマケドニア共和国には人口に関するデータがない。サラカツニの正確な人口は長年にわたり、 確認が困難であった。その理由は、夏と冬に分散移住しており、国勢調査でも区別して取り扱われておらず、また、しばしば他の集団、特に、ブラ夫人と混同されていた。それでも1950年代半ばにはその数は、ギリシャでは8万人と推定されていたが、多数のギリシャ人がすでに都市化の過程を開始していた。 時期であり、すでに牧畜業をやめてしまっていたサラカツァニの人々の数は分かっていない。サラカツァニの人々は、主にギリシャ本土のいくつかの地域、具体的には、ピンドス山脈と南へ広がるギオナ山、パルナッソス山、中央ギリシャのパネイトリコ山脈、エビア島、ペロポネソス半島の北部の山々、ギリシャ領内のロドピ山脈とトラキアとマケドニア、 オリンポス山とオッサ3付近で確認される。サラカツニの大半は遊牧民の生活様式を放棄してしまっており、村に定住し、さらに若い世代の多くはギリシャの主要都市に移住していった。ブルガリアのサラカツニの連合の所在、スリベンブルガリアでは、2011年の国勢調査にて、2556人がサラカツニと識別されていたが、2001年の 国勢調査時の4107人から大きく減っている。ただし、実際の人口は2万5000人程度いるのではないかと、見られている。バルカン山脈の中では、リラ山脈と、ブルガリア北東部にほとんどが住んでいる。1991年には、ザフェデレーションオブザカルチュラルエデュケーショナルアスシャンズ・オブ・カレコ・キンスが、スリベンで結成されている。ブルガリアのサラカザには、自らを、 ギリシャ人と考えている。ブルガリアに住んでおり、先祖もブルガリアで生まれている場合もあり、自らもブルガリアのカレコキンスとも呼んでいる。彼らのギリシャ方言と自己認識にもかかわらず、ブルガリア政府はサラカツァニを他のブルガリア在住のギリシア人とは別の民族集団とみなしている。ブルガリア人はサラカツァニはおそらくブラフ人または スラブ人起源であると考えている。ブルガリアでの他の説では、サラカツァニは山の中で孤立していたため、スラブ人化されなかった、ギリシャ化されたトラーキア人の子孫であると主張している。マケドニア共和国におけるサラカツァニの情報は乏しい。おそらく、サラカツァニのギリシャ起源をもとに、ギリシャから、 現状の国家の領土に対しての新たな主張が出て来るのを避けるためと推測される。かつてはビトラ近くの山々やスコピーエ南方の山岳地帯、さらに北のコソボあたりにもいたと言われている。旅行記者のサラ・ウィーラーは著書、アンアイランドアパートの中でエビア島にいるサラカツァニの末裔をたどっている。末裔はポロス島にもいる。以下、引用。 魅惑的で不思議な起源を持つ、神出鬼没で、超然とした、この異牧民たちに私は魅了された。彼らは、バルカン山脈中に広がり、その中でも特に、ギリシャ本土の北部のピンズス山脈とロドピ山脈の山々との強く結びついてきた。1950年代には彼らは、約8万人いた。1年の半分を牧草地で、残りの半分を平地で過ごしていた。 彼らの寝なし草のような感覚は、日々の生活のすべての様相において見られる、精巧な儀式によって、平行を保たれていた。エビア島とポロス島は、サラカツニが使用した島である。また、ポロス島は彼らがたどり着いた、最南端の地であった。エビア島では、今世紀に至るまで、彼らは、ハルキスと君を結ぶ線の北側の屋のあたりまでの一角でしか、出会うことはできなかった。 スキロイニーあたりの集落には、この島では、サラカツニが、最もぎっしりと集まって住んでいるところである。キャンディリーさんには50のサラカツニの家族が暮らしており、精緻な衣装をまとって松屋に取りの仕事をしていた。ほんの数十年前くらいに、サラカツニ女性たちを撮った写真では、伝統衣装を身にまとい、ビグワム型の小屋の外に座って、帽子を折る姿があった。彼らの多くは、 全く非ギリシャ人の外見で美しく、それはあなたが今見ている金髪からもわかるだろう。サラカツアには移住先の先住民族から様々な名前で知られており、通常はその名前はどこから来たのかに基づいていた。そしてエビア島では中央ギリシャを指すルメリアの名に従い、一般にローミ、ロミ、またはローミリアッツと呼ばれていた。 人々はしばしば、サラカツアニを誤って、ブラ夫人と言った。彼らは、現在、主に農民として、彼ら自身の高級的な牧草地と共に、定住しています。彼らの物語は、総合的な動画の一つである。この本の初版は1992年なので、ここでは、20世紀を指す。 https://books.google.co.jp/books id="gox3pr ックスカートクック &printsec=" フランカバー h l j a v="onepagi&q&", f="holse",8 ページ、2018年6月1日エツラい矢ナという地名が見つからない。類似したアヤナという地名に関して、 h t t p w w w t r a v e l p a g e g r スラッシュ g r e スス e ッシュ e v i a スラッシュ i n f o スラッシュ9 6 h t m のエビアジマに関する記事に、ドライビングオンインザディレクションオブザエネアンシーボード、ザロードリーズイントゥギアアナ、オルソーノンアズ、アヤナビッチイズリアリーワンオブザモーストチャーミングパーツオブオール、 エウボイアアイランドアズイットリテインズイッツストロング、トラディショナルスタイル、イッツカストムズアンドカントリーフェアスとの記載があるが、いずれも見つからない。ありがとうございます。